場所のイメージだけは必ず僕の中にはあるんで。男はひらめいた。パッと思い浮かぶんで海の近くがいいと。ってことで海の近くでガンダムを動かすぞ。現場監督を中心に急ピッチで作業は進められ、およそ半年後の今、山下ふ頭にこんなものが現れた。名称的には G-DOC と。そう、これこそが18メートル実物大ガンダムを格納するためのもの。 G-DOC こと、その名もガンダムドック。ここからガンダムが行きますというわけだ。富野監督、どうですか？ガンダム40メートルにしましょう。え？なんかこのプロジェクト無茶ぶりする人たちが多いな。とにかく今回はこのガンダムドックに潜入します。動くのかガンダム、夢への挑戦。第6話ガンダムドック潜入。潜入ってワクワクする。今から遡ること4ヶ月前、そこに並べられていたのは後にガンダムドックとなる鉄の塊。その重さなんとほぼ5トン。それが大小合わせて1851ピース、総重量は436トンを超える。もはやリアルガンプラ製作。我々は絶対事故を起こさない。一致団結してですね、事故がないようによろしくお願いします。以上です。その陣頭指揮を取ってきたのが川田工業の草壁大作さん。この会社、これまで作ってきた仕事がすごい。草壁さんの会社川田工業は鉄の建造物を扱うエキスパート集団。しかももう小学生の頃は誰にも負けないぐらいファーストのガンダムだった。そんな草壁さんも富野監督が視察に来た際は、でその後まあいろいろなんだかしどろもどろ。やはり緊張しましたね。富野監督を怒らせたらもう大変だよと。説明でもガッチガチ。工事の進行具合を聞いた富野監督が一言。地盤というのはどういう状態なんですか？そう、山下ふ頭は埋め立て地。富野監督はそこが一番気になってたんだね。でも心配ご無用。横浜ランドマークタワーや横浜ベイブリッジにも携わった会社ですから。もうこっちのこと何も心配してません。富野監督もこの笑顔、久々に見た。その後雨にも負けず風にも負けず、ただひたすらに作り続けて6ヶ月、ようやく現在の姿に。ではそのガンダムドック、まずは外から見てみよう。これが山下公園から見たガンダムドック。近づいてみるとこんな感じ。ここにガンダムが入るのか。実物大という言葉が急に現実のことに思えてくる高さ。30分の1の模型を見てみよう。ガンダムドックは動かすガンダムを保守点検するために作られた。体型に合わせて5つの階層のデッキが作られており、ガンダムに近づいて点検できるというわけだ。では次に初公開となるガンダムドックの中を見てみよう。中を覗く人紹介します。動くガンダムのテクニカルディレクター石井明則さん。今日はあまりチェック の, つもりではなくて、本当にどんな感じに見えるのかっていうのを楽しみ。システムディレクターの吉崎渡さん。私としてはそうですね、デッキがどの程度できているかっていうところと、もうほぼ形になっていると聞いているので、上に上がれるのをすごく楽しみにしてます。クリエイティブディレクターの川原雅樹さん。今日はね、ちょっと下から見てようかなと思ってます。ちょっと学校だけなんですよ。俺ちょっと今ホームページを着火していて。では草壁さん先導のもと、いよいよガンダムドックに潜入。まずは保守デッキ2階、地上から高さ5メートルへ。小刻みにフロアがあります。ホワイトベースの中って格納庫じゃないですか、巨大の秘密基地感ってすごい楽しいじゃないですか。そうですね、下見ると怖いですね。いや、かっこいいですね。保守デッキ4階、高さ10メートル、広くなったデッキ。この部分はガンダムの太もものあたり。
ロアごと通路の形状は様々。ガンダムにギリギリ近づけるために緻密に設計されているのだ。こんな感じ。それにしてもお二人楽しそう。保守デッキ5階、高さ14メートル。ここがコックピット。この高さでめっちゃ高い。500ミリ。ガンダムまで50センチ。ガンダムドックに入り少年になった2人。ガンダムはいないのに2人にはガンダムが見えている。ここからカメラを挿して、なるほど、点検点検。保守デッキの最上階、高さ18メートル。動かすガンダムは18メートル。ということは、最上階の保守デッキの横には、ここは見学デッキになります。おお、ちょっと自慢げな草壁さん。そう、この特別観覧スペースからは一般の方も間近にガンダムを見れちゃうのだ。こんな感じ。ここから急に見えてくる。足場をバラしたらもう手直しできませんので、完璧にできるかどうか最後はそこら辺頑張りたいと思います。完成迫るガンダムドック、草壁さん、富野監督に早く見せたいね。次回、なんとハンド依頼なんか動く。さっき泣きそうでしょ。